はい、どうも、バッシーです。今回はこちら、HHKB ハイブリッドシリーズ日本語配列を使うメリット5点についてご紹介したいと思います。HHKB ってめちゃくちゃ高いけど買う価値あるの？どんなメリットがあるの？って思われてる方多いんじゃないでしょうか。私も同じ疑念を抱きつつ勢いでポチったんですけれども、その後実際に使い続けた結果、価格以上のメリットがあることが分かりました。今回は HHKB を使うことで得られるメリット5点を紹介していきます。まずはじめに HHKB ハイブリッドシリーズの特徴をご紹介します。その後にメリット5点をご紹介していきます。このチャンネルではパソコン、カメラ周りのガジェット紹介やお役立ち情報を発信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは始めましょう。ガジェバタ。はい、それでは HHKB ハイブリッドシリーズの特徴をご紹介します。HHKB ハイブリッドシリーズには通常タイプと静音タイプがあります。静音タイプはハイブリッドタイプ S になります。機能は基本的には同じで、共にキーマップ変更機能に対応しています。専用のソフトウェアを使ってキー配列を簡単に変更できます。価格はハイブリッドの方が 32,50 円、ハイブリッドタイプ S が 35,200 円になります。特徴2つ目としては、持ち運べるコンパクトサイズになります。キー数を必要最小限に抑えて超小型ボディを実現しています。A4 ハーフサイズ強のコンパクトなサイズで持ち運びも可能になります。重さが 540g で、だいたい 500ml のペットボトル1本の重さになります。めちゃくちゃ小さいです。特徴3つ目は、ショートカット操作に適した合理的なキー配列になります。HHKB はプログラマーが理想とするキー配列のキーボードです。ホームポジションから移動させる必要がなく、本質的にスピーディーなタイピングが可能になります。キー配列の詳細はこの後メリットの中でご紹介します。ガチャバタ。はい、続いて HHKB 日本語配列を使うメリット5点をご紹介していきます。メリットとしてこのようなメリットがございます。はい、それでは1つ目から順番にご紹介していきます。HHKB のルーツはプログラマーが理想とするキー配列のキーボードです。そこを目指して東京大学名誉教授和田栄一先生と PFU との共同開発によって HHKB は生まれました。コントロールキー、FN キーとのコンビネーション打鍵を駆使することで、ホームポジションから手を移動させる必要がなく、本質的にスピーディーなタイピングが可能になります。まずコントロールキーについてご紹介します。コントロールキーは A の隣にあります。通常キャプスロックキーがある位置になります。左手小指を少しずらすだけでコントロールキーを押せるので、ホームポジションが崩れません。Windows OS でよく使うコントロール C、コントロール V、コントロール Z などのショートカットをホームポジションを崩すことなく押すことができます。MacOS の場合はコマンド C、コマンド V、コマンド Z となります。コマンドキーはこちらにあります。なので OS の設定でこのコントロールとコマンドを入れ替えてあげます。そうすると Windows の時と同じ入力環境になります。この入れ替えの設定は MacOS 上で簡単に変更できます。システム環境設定、キーボード、就職キーと追っていくと設定画面になります。次に FN キーについてご紹介します。HHKB はですね、FN キーとのコンビネーション打鍵が基本となります。例えば、HHKB には専用のファンクションキーがありません。F1 から F12 というキーですね。これがありません。その代わりに、FN キープラス数字キーのコンビネーション打鍵で対応します。FN プラス1でファンクション1として機能します。FN プラス7でファンクションの7として機能します。このコンビネーション打鍵の時もホームポジションが崩れません。この FN キーの位置が左角にあるので、この小指の付け根で押すことができます。そして指先で数字を押します。このような形でほとんどホームポジションを崩さずに FN キーとのコンビネーション打鍵ができます。ホームポジションを崩さずにショートカット入力や FN キーとのコンビネーション打鍵ができるのは HHKB の強みです。ガチャバタ。続いてメリット2つ目、簡単お好みにキー配列を変更できます。
HHKB ハイブリッドシリーズはキーマップ変更機能に対応しています。専用ソフトウェア HHKB キーマップ変更ツールを使って直感的にキー配列を変更することができます。こちらが HHKB キーマップ変更ツールになります。こちらのキーマップ変更のボタンを押します。そうすると今現在のキー配列が読み込まれます。この画面上でキー配列を変更していきます。直感的に簡単に変更することができます。変更の仕方として2つあって、まず1つ目ドラグ&ドロップで変更できます。こちらのエスケープキーのキー配列を変更していきます。この画面下側のキーからドラグ&ドロップでここに持っていくだけで変更できます。もう1つの変更の仕方として選択で変更することもできます。変更したいキーを選択して画面の下側から好きなキーを選びます。そうするとこのように簡単に変更することができます。同じようにすべてのキーを設定して最後に右側の HHKB へ書き込みのボタンを押すと数秒で HHKB への書き込みが完了します。さらに HHKB の強みがあります。 FN キーとのコンビネーションだけんじのキー配列も変更可能です。この左角の FN キー、こちらを選択すると FN 大カジノキー配列が表示されます。あとは同じ方法でキー配列を変更していきます。参考として私は右手のホームポジション周辺にカーソルキー、バックスペースキー、デリートキーを設定しています。ホームポジションを崩さずにカーソル移動や文字の削除ができます。最後に HHKB キーマップ変更ツールは HHKB 内部に情報を書き込みます。そのため HHKB 本体にキーマップ設定が保持されるので、接続するパソコンによらず同じ入力環境になります。ガチャパタ。続いてメリット3つ目です。カーソルを使う作業もこなせます。 HHKB 日本語配列にはカーソルキーがあります。英語配列にはありません。カーソルキーは何かと便利です。 YouTube の動画視聴時に早送りをする際、 Excel などの表計算ソフトでセル移動する際、 Google Chrome などのブラウザ上でキーボードショートカットを使う際などなど、カーソルキーは多用します。カーソルキーのない英語配列の場合、 FN キーとのコンビネーションだけで対応します。 FN キー大カジはこの部分がカーソルキーとして機能します。気軽にカーソル移動したいときにコンビネーション打鍵するのは煩わしいです。カーソルキーは右角にあるので、マウス操作しながら右手の親指でカーソルキーを押すことができます。 YouTube 視聴時におすすめの使い方です。ガチャパタ。続いてメリット4つ目、パソコンによらず常に同じ入力環境で作業できます。現在私はノートパソコン3台を使っています。2台は Windows、1台は Mac のパソコンです。 HHKB を外付けでつないで使っており、すべてのパソコンで同じ入力環境で作業できています。常に同じキーボード、キー配列で入力作業ができるので入力のスピードや精度が上がります。Windows と Mac で全く同じキー配列にするには HHKB キーマップ変更ツールやフリーソフトを使って設定する必要があります。ただ一度設定してしまえばそれ以降は何も気にする必要はありません。参考までに私のおすすめのキー配列をご紹介します。こちらになります。コマンドコントロールキーの1、2つ目はカナ変換英数変換の1です。コマンドコントロールキーの位置についてはメリット一つ目でご紹介した通りになります。二つ目ですけれども、カナ変換キー、英数変換キーをスペースキーの両サイドに配置します。 Windows では通常英数カナキー一つで変換するため、現状の設定がどちらなのか迷うことがあります。カナ変換キー、英数変換キーを二つに分けて配置することでそれが解消されます。またホームポジションを崩さずにカナ変換、英数変換ができるので、これも強みです。ガチャパタ。最後メリット5つ目です。長寿命で一生付き合えます。 HHKB には長寿命の静電容量無接点方式のキーが使われています。3000万回以上の打鍵に耐えます。HHKB の寿命について東京大学名誉教授和田栄一先生がこのようなお話をしていました。前提としてキーの寿命3000万回以上、1年を300日、
1日1万回打つと仮定すると、1つのキーを押し続けた場合3000万回叩くには10年かかる。よく打つキーが10個だと1日にはその1個のキーを平均1000回叩く。寿命は100年になる。よく打つキーが20個だと寿命は200年になる。人生を100歳としても HHKB の寿命はそれを上回る。パソコンは消耗品、キーボードは一生もの。メーカーさんも何度も言っています。この先パソコンがいくら変わろうとも HHKB との付き合いは続きます。以上が HHKB を使うメリット5点でした。ガチャパタ、はい、今回は HHKB ハイブリッドタイプ S 日本語配列を使うメリット5点をご紹介しました。3万円以上する高価なキーボードですが、それに見合った価値があるとご理解いただけたかと思います。一生の相棒を手にしてみてはいかがでしょうか。 HHKB 欲しいなって思われた方は概要欄にリンク貼っておきましたので、そちらからご覧になってください。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が参考になりましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。